皆さんこんにちは。デートに誘うのは男性も女性も勇気が必要ですよね。だって断られることを想像するとやっぱり傷ついてしまいますし、メンタルがへこんでしまいますよね。けれどデートに誘わないと気になる女性との距離が縮まらないことも事実です。今回は誰でも成功するデートの誘い方、これでも断られることはないについていくつか解説していきたいと思います。順を追って細かくお話ししていきますから、ぜひ最初から最後まで聞き逃さないようにお願いしますね。では今日も私と一緒に勉強していきましょう。まずデートに誘っても断られないようにするためには事前準備をしておくことも大切です。ではその事前準備とは何をすればいいのかからご紹介していきましょう。事前準備その1、彼女の好みをリサーチしておく。これは気になる女性をデートに誘うためにはとても大切な事前準備です。好きな食べ物や好きな飲み物、好きな場所など気になる女性の好みのものを知ることによってデートをする場所を決めるための参考にもなります。もちろん気になる女性を誘う時にも彼女の好みの場所に連れて行く名目でデートに誘いやすくなりますよ。事前準備その2、彼女の興味関心のあるものをリサーチしておく。次に大切なのは気になる女性の興味関心のあるものをリサーチしておく事前準備です。例えばこれから上映予定の映画だったらどんなものに興味があるのかとか、興味があって行ってみたいと思っているレジャー施設などをリサーチしておくとデートプランの参考にすることができますよね。事前準備その3、彼女が嫌だと思うこともリサーチしておく。せっかくデートプランを立てたり彼女の興味のあることをリサーチしても、彼女が苦手だと思ったり嫌だと思うようなことがそのデートプランに入っていると失敗に終わってしまう可能性があります。せっかくなら相手に楽しんでもらいたいですよね。これは絶対ではありませんが、デートに誘うのであればマナーとして相手が嫌だと思うこともリサーチしておくと良いでしょう。ここまで事前準備ができたら次のステップはデートの誘い方です。1、飲み会に誘う。まずは気軽に飲み会に誘うと相手も警戒心をそれほど持つことなく OK してくれることがあります。もちろん人数が多いとお互いに他の人に紛れてしまうので、お互いの友人を誘って4人で飲みに行くのもいいです。ちょっと踏み込んで勇気のある男性は2人で飲みに行くことを誘ってみても良いでしょう。ただし飲みに行くことが前提なので気軽に行ける居酒屋さんなどがおすすめです。最初からデートに誘ってしまうよりも、女性にとって軽く飲みに行こうよと誘われる方が気楽な気持ちで行けるので嬉しいものです。もしそれが意識している相手であれば、女性はたとえ行き先が居酒屋さんであっても気合を入れて臨むでしょうし、友人として行くつもりならそれこそ気軽に出かけられるというものです。2、興味のありそうな場所に誘う。例えば事前準備でリサーチした情報をもとに気になる女性が行きたがっていた食事のお店に誘ってみたり、レジャー施設に誘ってみると良いでしょう。誘い方も〇〇の場所興味あって行こうかなって思ってるんだけど、よかったら一緒に行かない？といったように場所を確定した上で君と一緒に行きたいということをアピールするといいかもしれません。また会話の中に何気なく気になっているお店の話題を出してみましょう。〇〇っていうお店があって、そこのパンケーキがこの間テレビで話題になっててさ、とてもインスタ映えしそうな見た目だしすごく美味しそうだったんだよね、気になるから行ってみたいと思っててさ、といったように自然な会話の流れとして気になる女性が興味を持ちそうな話題を提供し、なおかつデートに誘うという作戦も案外すんなりと OK をもらえる誘い方です。女性からしてもそういった話題になるようなお店は気になるものですよね。3、イベントに合わせて誘う。デートの誘い方で成功する確率が高いのはイベントに合わせて誘うことです。例えば気になる女性の誕生日に合わせて誘ったり、クリスマスやお正月、バレンタイン、花火大会などもイベントに合わせて誘うにはいいですよね。誕生日に予定があるか聞いてみて、予定があればその前の予定で都合を聞いてみると、女性的には「あ、私の誕生日を覚えていてくれてるんだ」と嬉しく思います。イベントに合わせて誘うときは食事はちょっとおしゃれな場所や話題になっている場所を選んだ方が良いでしょう。
記念日というものを女性は大切にします。そういった記念日に居酒屋さんなどに行くよりも特別感を出した方が女性は喜ぶものなのです。4、初めて誘うときは短時間で終わるコースで。デートの誘い方で女性が気軽に OK できるものは短時間で終わるものです。例えばランチデートに誘ってみるのも一つの手です。ランチデートであればその後の予定を自由にお互いに組むことができるし、女性もそれくらいならと気軽に返事ができます。1日デートとなるとお互いが相手に気を使う時間が長いので、正直話が合わなかったり話題が提供できないとただ単に辛い時間となりますよね。そうなることを予想できてしまうと女性側も気軽にデートに行こうとは思えません。だから最初のデートは短時間で終わることを強調すると、相手の女性も気楽に行こうと思えるので OK をもらいやすくなるのです。例えばスイーツを食べに行こうと誘うのもいいかもしれません。女性はスイーツが好きな人が多く、男性からスイーツに誘われるとギャップ萌えする女性も少なくありません。またスイーツであれば短時間で済むことが想像でき、なおかつ甘いものが好きな女性は興味を持つことができるからです。これはデートに誘うのに成功しやすい例ですよ。5、飾らず直球で誘う。女性にとって一番嬉しいと思って断りづらい誘い方は直球で誘われることです。もっと仲良くなりたいから〇〇遊園地とか遊びに行かないとか、もっと話がしたいから一緒にご飯食べに行きませんかといったような男性からのストレートなお誘いに女性はキュンとするので、直球で誘われると断りづらいのです。女性側もよっぽど嫌悪感を抱いている相手ではない限り、ストレートに誘われることで嬉しいと思う女性もたくさんいます。ストレートに誘ってくれることによって相手の真摯な部分を見ることができて、その男性に興味を持つこともあるでしょう。6、 LINE でデートに誘う。意外と気軽に OK をもらえるのが LINE でデートに誘われた時です。 LINE で誘う時は要点を今までご紹介した内容を参考に、相手の興味のありそうな場所へ誘ってみたり、きちんと相手の都合を聞き出して予定を合わせてみたりと、直接会話するよりも落ち着いて対話することができます。これは女性も同じで、相手からの LINE にどう返信することがベストなのかを考える余裕を持つことができるので、意外と OK をもらえることも多いのです。また普段硬派で通しているような男性が LINE に限ってはスタンプを利用したりするギャップを見せると、女性は意外な一面を知ることができて、男性のことをもっとよく知りたいといったような興味を持つ可能性もあります。どうでしたか？今回は誰でも成功するデートの誘い方、これでもう断られることはないをご紹介してきました。まず大切なことは、デートに誘うための事前準備をきちんとすること。いつも遠くから見ているだけの相手を突然デートに誘っても絶対に OK が出るとは言い切れません。その場合はもちろんストレートに、あなたのことが気になっているので話がしてみたいです、食事でも一緒にどうですかといったような誘い方がベストでしょう。しかしデートに誘おうと思う頃はある程度話ができる距離感にいることでしょう。デートに誘うということはもっとお互いの距離を縮めたいという目的がありますよね。誘い方一つで女性にとってそれが楽しい時間となるようなイメージを与えられることが成功につながる秘訣です。今回ご紹介したことを参考に、どんな誘い方がベストかを検討してみてくださいね。またあなたの周りのエピソードなど、よかったら意見をコメント欄に書いてみてくださいね。今回の動画は以上になります。この動画が気に入っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。最後までお付き合いいただきありがとうございました。